こんにちは、旬ダイアリーメンバーのゆいです。りなです。今日の企画は24卒座談会です。イエーイ。はい、じゃあまず自己紹介からしていきましょう。はい、はい、筑波大学3年の国徳ゆいです。関西大学3年の西尾里奈です。はい、大東文化大学3年の豊田優馬です。中央大学3年の久保田志音です。一橋大学3年の稲山です。お願いします。このメンバー初めてだよね。初めてだ ね、ちょっと緊張します。初めまして。初めまして。今日はみんなの就活状況についてお話ししていきたいなって思ってます。秋冬インターンに 1個も出してなくて、就活持ち場がだだ盛りって感じです。おー、なんかめっちゃやってそうなイメージある、ね、うん、そう、夏休み死ぬほど就活したんだけど、うん、もう本当に馬調子が地に落ちて、1週間に1回も就活してない日とかあるし、週とかあるから、そんな感じです。サマーは何社ぐらい参加したの？13社ぐらい参加してて、もう本当に毎日インターンみたいな感じで心が折れました、うん、僕は今結構面接とか本選考のなんかグループディスカッションとか面接とか多いんだけど、夏はぶっちゃけそんな参加してなくて、まあ3とか部活とのなんか併用っていうのもあるから、日程が詰め込むのが難しいっていうのがすごい僕的にはネックなところがあって、まあ、モチベーション的にはまあずっと一直線みたいな感じで進んでおります。今めっちゃやってるって感じ。今はもうなんか無理やり詰め込んでるみたいな。えらい。だからなんかあったらあの暇な時入れるみたいな。えらい。いやでもそうじゃなきゃなんかやんないから俺は。えらい。でもそれができるのがすごく大事ですね。そう、素晴らしい。もう学びます。僕は本当にサマーインターンで全落ち就活生の面をしてるので、つらってないで秋冬も僕もほとんど出してなくて、まあ、今はなんかとりあえずインターン、ね、ダイアリーのインターン行って何が落ちてるリップとあのイヤホン落ちましたリップ申し訳ないです。リップ高めたそう、ダイアリーのインターンやってやりつつ塾講師の心に注力をしつつ、まあ、学近づく期間だと思ってます。いいです。素晴らしいですね。私はサマーインターンは参加してなくて、今は一社なんか行きたい企業が見つかって、すげえ、そうなん、企業訪問したの。すごい撮影です。それでそこの選考に申し込んだから、それを頑張ろうと思ってます。いや素晴らしい、素晴らしい。それなんで行きたいと思ったの？そこはなんかめっちゃ人を大事にしてて、私はやりたいことはないから、そう、人がいいところで働きたいと思ってて、それと合うなって思って、そこを。なるほど。いや羨ましいな、そのなんかちゃんと見つかってんの。え、でもマジすごい、ボス少ない中の一社だから。ボスとか関係ないから、もう一社見つかればいいんだから、私はサマーは5、6社ぐらい行って、うん、職人主に今は、まあ、秋冬インターンの ES 書いたりとか選考受けたりとかしてて、なんか週に1回は模擬面接とグルディスの練習をしようって自分の中で決めてて、できてた時期もあったんだけど、ここ1、2週間はマジで全然してない。そうなんだ。モチベが上がったってもう何もできないって状況ですね。え、もう食品だけしか見てないって感じ？いや、キーさんに相談した時に、キーさんはこの時期まだ全然めっちゃ幅広く見てたっていうのを聞いて、自分もちょっと見てみようかなと思って、うん、他のところも出して、うん、なんかこの間1社参加したの、その食品以外で。あ、そうなんだ。だけどなんかやっぱ違うなって思ったから、なんかそこをちゃんと言語化できるようにしたいなって思った。確かにね、そうだ、そうだね、うん。業界決まってる？ぼんやりって感じ。1ミリも決まってない。やめだよね。分かるよ。いっぱい見てる。幅広く見てる。確かに。いや、そうよ。マジで見すぎて、何も決まらないから、マジでね、あんま見ない。でもそういう人多いと思う、絶対。どれもいいなというより、どれやってもあんま変わんねえな。あそんな感じなんだよね。ちなみに、秋冬インターンどれぐらいエントリーしてますか？ゼロ。ゼロ。ゼロです。ゼロ。みんなゼロなんだ。なんか私は何社か結構出してる。10社はまだ行ってないかもだけど、うん、出してるかな。おー、すごい。やっぱキーさんだ。いやいやいや、ミリオンソソー。キーさんだろ。これからどんくらい出す予定？夏に落ちちゃったところに冬も一回出すかなっていうイメージはあるけど、それ以外ってみんな考えてて、いや俺はもう秋冬インターンやるつもりもあんまないというか、そうなんだ。マジ本当に地に落ちてるから、就活落ちてるから。もう世界飛び出しそうだもんね、なんかその。いや違う、確かにもう自分探し、自分探ししてそう。インターンやりすぎて、インターンそのものに飽きてるからさ。なるほどね。また新規事業立案だとか。確かに、
そればっかりやりすぎたんだ。いや本当やりすぎた。僕も決まってないんだけど全然。その時のモチベーションによるっていうのが答えになっちゃうから、うん、5社出すとか決めて、うん、5社出さなかったらうわ俺ダメなやつじゃんとか、うん、できないやつなんだっていうなんか自己肯定感を下げたくないから、うん、あんまり目標とかはあえて定めてないっていうのが、うん、今考えてる。めっちゃいい。それめっちゃいいね。そんなそれ大事よ。いやすごい。だって自分で課題設定できるってことでしょ。いやいや設定してないよ。ないよ今もう先週からっぽくなってきた。私は一応まだ食品を主に見てるから冬インターンとかあるところは出せるところは全部出したいなって思ってます。いやすげえ。サマー参加した人もいると思うんだけど、うん、サマーそれで優遇とかありましたか？優遇という優遇はあんまりない気がする。人事面談とかあと一次面接とか処理選考カットみたいなのはいっぱいあった。それは優遇だよ。めちゃめちゃ優遇。それが優遇。優遇受けてました。知らぬ間に受けてるんだ、うん、私はやっぱ食品ばっかだったからまだそんな優遇は感じれてないかな。僕一社そのままインターンの後に面接やるよみたいな感じで今本選そのまま本選考乗っちゃってるみたいな感じが一歩あるから、それがなんか優遇なのかわからないっていうのが正直。同じよ。みんな本選考ってもうエントリーとかしてますか？はい。サマーのそのまま延長戦が5社ぐらいあって、うん、あと2社ぐらい自分で出してみたいな感じで、本選考だけはギリギリやってるみたいな。やってるんや。やってるんや。やってないよ。勉強してないとか言って勉強してるから。なんか面接もなんかサマーインターンで頑張った土地区を切り崩してるというか、別に新しく志望動機練り直すとかもないし、学歴考え直すとかもないから、なんかただ面接を受けてるだけみたいな感じで無意に就活してるけど、まあけど言うて1週間に1回ぐらいしか受けてないから、そんなもんってことですね。ちゃんとやってるね。やってるね。意外にやってんのかもね。やってるよそれ。すいません。いやでも僕も同じような感じ。普通に本当にサマーの延長でサマーである程度まで行ったから、うん、次のところから行けるよみたいなのはあるから、うん、そのまま本選考乗るタイプのやつだから、うん、そこはやるんだけど、その面接いつか選べる。うん、いつか選べるんだけど、早くやるべきなのか。でも早くやっちゃうとさ、わかる。そうだよね。落ちそうじゃん。それわかる。ただ後にすればするほどさ、同様にさ、みんな高くなってるから、そうだよね。そう、なんかちょっと絶妙な感じがあるなっていうのはあるかもね。確かに。俺何社だっけ、3社本選考今、うん、面接してて、それは全部2次な状態で、今週の2次面接かが入ってるっていう。私は本選考は今1個受けてて、うん、あと2、3個出そっかなって思ってる。まだ出してないけど。え、そう大手？大手とベンチャーどっちも。今日は就活の状況についてみんなと話していきました。次の動画では就活対策について話していくので、よかったらそっちもぜひ見てください。見てねー。見てねー。